え、聞かなかったことにします。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション、結構みんなもやってるね。てかいつももやりすぎやろみんな。ケイ君入る。グッモーニング。え、なに、協力するよ。ありがとうございます。では見つけたら知らせてくださいね。了解。きっとまた他の人が持ってんだな。じゃあちょっとミーニュースを聞いてみよう。入る。ほいほい、ナミちゃんがまともな格好をしている。なにそれ、なっちゃん氏羊に好かれる。あ、びっくりした、どこにおるのかと思った一瞬。いや怖い怖い怖い。衝撃的な光景に大変驚いたなっちゃん氏ですが、うん、集まった羊はどうやらなっちゃん氏。めっちゃ好かれるやん、本当に。やば。ねえ、興味は出るよね、確かに。みんな興味津々やん。はい。てか、草原で寝てたってなんかすごいね。漫画とかでありそうな。なんかイベントって書いてるけど。お、男子会開催中。何やら男子が集まってます。これはぜひぜひ見ます。どうすればもっとかっこよくなれるかな。せつなさん、まさおさん、けんくん。違う、台湾さんか。もこもこ。待って。ひょっとこのお面って。金の延べ棒を集めるのやめられないんだ。金の延べ棒を集めるのがやめられないってちょっと怖いよ。いや、そりゃいいけど。え、そりゃいいけど。ローストビーフのジュース。そんなのがあるの？いや、でもあれか。どういう意味だ？カキっぽいってどういうことだ？マサオさんすごくない？マサオさんすごくない？金の延べ棒を集めてたり、クリスタルを集めてたりするの。ちょっとお金が。なんで？いちごのジュース？私、いちごオレめっちゃ好きだけど。めっちゃびっくりしてるやん、顔。真剣な話、私ほど箸置きが好きな人っていないね。箸置きが好き？コレクション？こればっかりは、でもいろんなもんあるもんね、箸置きとかも。っていう真剣に。美味しいもの食べてるじゃねえか。確かに。結局そこが一番知りたいんだよ、せつなさんは。あ、でもそれはかっこいい、それは。なんか日本男児って感じ。アンテナをかぶる？どうすれば、頭が乗ってるかな。今のままで十分じゃない。おう、いいじゃないか。どういうことだい？なんか面白いこと起きないかな。今十分怒ってるよ。ほんとほんと。ハットにまつわる面白い話。なんか何気にハットさんの話出てくるよね。何それ？最近アカレムクって。いや、だからハットくんにまつわる面白い話一体何だったの？気になる。本当眠いよね。春だから先民暁を覚えず。ドキドキすること起きないかな。ほんとほんと。実際黒影ってカキっぽい男だよね。だからカキっぽいって何なの？そうかな。ちょっと違うね。黒影さん女の子に人気だったからね。ちょっとだけ聞いたことあるかも。何それ？なんかそういう店のさ、裏メニューとかって常連さんしかわからんわけやん。なんかどの瞬間からわかって、どの瞬間から頼めるんかがよくわからんのやけど。テレビとかでよくあるけど、この店の裏メニューですってテレビで紹介されてもさ、いきなりテレビで裏メニュー見てきたんですけどって食べれるもんじゃないやん。ちょっとそういうのどうかと思うよね。だっけ？本当かね？何の話してるんだろう。ところで今、女子の間では真珠がブーム。真珠がブーム。ほほ、さすが女子。さすが女子。ね、
なんか今マンションの地下に秘密基地をって言ったよ。あ、そして今は朝市がね。朝市を見に行こうか。食べ物を大量購入するチャンス。おかき氷いいね。てか実際に売り寄るかき氷でここまでシロップ大量にかかっとるのってあんまなくない？めっちゃ真っ赤やん。買うよ。75円とか安っ。はい、5個買います。おなになに、おまけ、やった、実用品ブランコをおまけしてもらう。待って、かき氷のおまけでブランコ来たんやけど、やばない？多分おまけの方が高いと思う。絶対75円以下とかいうことはないけん。で、誰かしら遊園地におるんよね。入る。おー、ももちゃん楽しそうだな。いいねいいね、またこっち来た時に私撮るよ写真。あ、ここでちゃんとゆっくりになる感じが。そしてドーン。次こっち来るかな。へい、こう、あ、おお、いい写真撮れた、絶対今。ナイス。じゃあまた、お、誰かしらが、誰かしらが、待ってねー。お、マサオさん。入るよ。しゃっくりしてる場合じゃないよ。さあさあ、そっちよりも。どうやらみゆが私のことも好きみたいなんです。みゆちゃんが、みゆちゃんがマサオさんを。なるほど、お似合いだね。合わないね。考えすぎだよっていうのはあれ、自意識過剰ってことかな。付き合っちゃえよ。なんかそこまでて、そこまで口を出すのはあれだから、お似合いだねぐらいにしとく。お、周りに言われて気になるタイプか。あ、じゃあここからまた進展があるかもしれんのやね。今すぐ付き合うわけじゃないけん。ほい、じゃあ次は、りんちゃんのところに、入る。入る。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。遊ぶ。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイククイズ、第1問。第1問。でてん。これは何でしょう？ハンバーグ。ほい。答えは。イェーイ。次へ。ん？次へ。モザイククイズ、第2問。第2問。でてん。これは何でしょう？ん？ん？用なしじゃないんだ。ガラス細工、タコ、羊羹。ん？ガラス細工？でもガラス細工とか何の形でもいけることない。あ、かわいい。いいな、欲しい。最終問題、ててん。これは何でしょう？何それ、縄跳びかな。首輪、木彫りの熊ではない。じゃあ縄跳びで。答えは、お、イエーイ。そういう感じとは思ってなかったけど、くくっとるんやね。久々に縄跳びしたいな。ほいほい。んーと、じゃあ中くらいの。お、お宝、虫眼鏡をもらいました。新しい、やったね。全部新しいんじゃない？あれ。おまるってどうするんやろ。子供が生まれたとことかにあげるんかな。こんなものも拾いました。サイコロ？裏に、手と書いてある。おー、大事ななくし物ってこれか。ほいほい、ありがとう。見つかった、見つかった。よかったよ。ありがとうございます。ほい。みんな拾ってくれたんですね。そう、拾ってくれとった。大事なものだったので、すごく嬉しいです。サイコロが大事なものだったのか。なぜ？もうわからんけれども、よかったよ。お礼にこれもあげます。ん？でもそれは、りんちゃんに渡した方がいいんじゃないかい？実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。ほい。じゃあ、まあ最後の最後で落とし物も見つかったし、この辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションに。お、なんか何人も友達になりたい人たちがいるな。入るね。じゃあとりあえずここはアスムだな。え、何？なんか怒ってるよ。友達になりたいんじゃない、誰かと喧嘩したのか。誰と喧嘩しても半笑いなのか、お前は。どうしたどうした。レズナシック怒ってます。うんうん。
誰と喧嘩したの？台湾さん？シンくん、なぜ？どうしてよ、仲直りしてよ。知らんわボケと言いたいところだけど、どうにかしてやろうか。どうしようかね。じゃあ何かしら。催眠術、スライドパズル、使い捨てカメラ、フライパン、ブランコ、モビールって何使うんやろうね。ちょっとよくわからんもん使ってみようか。風にゆらゆら揺れるモビール、あなたの息で揺らしてください。いや、いいや。ミシンは？服を作ってちょっと気を紛らわすとか。服を手作りしてくれます。どんな服が完成するかお楽しみに。その服は着れるんかな、後から。ちょっと怒ってるとこ悪いけど試させてもらうよ。なんですって？返された。そういう気分になれよ。じゃあちょっと、どうしよう、かき氷。ちょっと熱くなってきたからかき氷。口に入れた瞬間ふわりと溶ける高級なかき氷。懐かしいいちご味です。150円で高級って。普通のやつはどんだけ安いのよ。ほい、これで頭も冷まして。どうよ、まあまあ美味しかった？怒りはまだ冷めてないのか。てか何が原因で仲直りして。てかそのさ、イライラゲージみたいなの別に出てないんやけどさ、なんなの、満足度が上がってレベルアップしたら大丈夫ってことなんかな。んー、じゃあどうしようか。お風呂？こういう時のお風呂かな。じゃあお風呂セットで身も心もリフレッシュしろよ。もう結構お腹いっぱいになっとるけんね。ほいほい、いってらっしゃい。もうこの時点で確実に機嫌治ってると思うんだけどね。だって超歌いよるもん。んーじゃないわ。今まだちょっと歌おうとしよったね。さっぱりした？これで機嫌も治ったかい？ほいほい、行ってこい。ちゃんと謝るんだ。シンくんの部屋なんかいつ見ても可愛いな。ね、子供部屋風。この間はごめんなさい。お、謝ったね、ちゃんと。どう？許しません。は、許されなかった。途方に暮れてる。うまくいきませんでした。ダメでした。もうそんな、イライラします。とか夜暇があったら謝りに行けよ。めっちゃ落ち込んだね。人生超うまくいかないものです。いや、君はもう十分うまくいってるよ。親友もいれば恋人もいるんだ。まだ機嫌を取れと。今回明日もスペシャルになっちゃうじゃないか。んー、じゃあまあとりあえずオルゴールでも聞けよ。はい、癒されなさい。ちょっと聞いてみてもいいですか？うん、どうぞどうぞ。ん？あれは？写真屋さんや。写真屋さんなんかデザインかわいいよね。いいね、いいね。うん。もうちょっと斜め具合の時の方が良かったかな。まあどうでもいいか。でしょ？仲直りできませんでした。仲直りできてないよ、まだまだ。お、つなちゃんはシーンのことが嫌いだって。何それ。違うよ、つなちゃんはアセルのことが嫌いだって。待って待って待って、何の話？本当はこんな不細工なクマさんいらないよ。いらんのやないんかい。こっちだってこんな不細工なクマさんいらないよ。じゃあお互いに譲れよ。譲れよ。何が原因なの？クマちゃんが欲しくてやってるんじゃないの？てかクマちゃん顔怖いんすけど。
ちゃんなんて嫌いだよ。あれ？ほら、もうなんか尻滅裂じゃないか。あれ？これが喧嘩の原因？このクマちゃんも幸せにできるのは、くだらなすぎるだろう。違うよ、このクマちゃんも幸せにできるのは僕だけ。じゃ、写真撮っとこう。やばい、もう仲直りしろよ、それぐらい。僕のクマちゃんじゃないよ。子供か。いや、子供だけどさ。これ、シンくんの方に行くことはできんのかな？まあ、とりあえず、アスムバイバイ。ああ、シンくんはアユナの部屋に行っているらしい。なんかめっちゃのんびりー。ゆったりー。シンくん、許してあげてよ。じゃあ、とりあえず、ナミちゃんとこ行くね。にゃんころげー。にゃんころげー？なにそれ。こんにちは。こんにちは。普通の影に恋人がいたら、と思うのですが。え、なになに、どうしたの？ネルとくっつけるのはどう思いますか？ほう。なに、キューピッドをするの？え、全然いいと思うけど。それでは、二人を合わせてみます。なに、ネムちゃんが黒影さんのことをなんかちょっと気になってるとか。なにこれ、どこよ、なんか誰かおるけど。これはどこの場所ですか？ん？そっちに焦点合う？あ、ナミちゃん、探偵のごとくいるわけね。なるほど、そういう、チラッ、チラッて見よるけど。いいね、こういうのあるんや。へぇ、ナミちゃんの恋のキューピッド大作戦。すごい。これ何？喫茶店を外から見た感じ？へぇー。すごいね。こうやって、デートの様子を見られる。また遊ぼうね。お、いい感じなんじゃない？かわいいよ、ネムちゃん。お、なになに？いい感じになったの？なに今の。なんかちょっとしたアニメの終わりみたいな感じじゃなかった？付き合うことになったみたいです。マジか、マジか、おー、もうちょっと私見えてないけど今めっちゃ拍手しよるけんね。実用品旅行券をもらいました。それは私じゃなくて二人にあげろよ。ほい、ということで、まあなんかちょっとアスムはジメジメとしているけれど、今回はこの辺で終わりたいと思います。ひどいな私。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあちょっと早速、お、マンションに入る。またいろいろと人間模様がね、なんかブルブル鳴りよったけど今。黒影さん、黒影さんどうしたの？切ない。何？何？なぜ？恋人いらっしゃるよね。眠りプールポーズしないのですが、そういうことか。マジで？頑張れ。頑張れとしか。どこでプールポーズするのがいいでしょうか？ね。あ、すごい。花火大会、駅のホーム、遊園地、高級レストラン。なんか幅が広がったぞ。花火大会。あ、でも花火大会か高級レストランかな。じゃあ高級レストランで。その前に、着替えた方がいいですかね。あ、そうやね。じゃあ着替える。着替えるで、でもさ、もともと着とった服ぐらいしかないんかな。王様セット、宝石の服って何？あー、なるほどね。王様セット。どうしたらいいんやろ。宝石、王様セット、これ誰よりも偉くなりたいとき。下品を通り越してもはや上品。王様セットで行こう。決定。ほい。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。タイミング？ネムが、わしのことも考えているときに、ふんふん、今だ。と、合図を送ってくれます。は、こっちでタイミングもせんといかんわけや。わかった。それでは、めっちゃ責任重大じゃない私。ね、確実に。
黒影のことを考えていたらすかさず教えてあげ、あ、なるほどね。待って、今一瞬で消えた。めっちゃ見張っとかんといかんやん。はい。お待たせして申し訳ありません。ご注文をお伺いします。あ、呼んでないです。ウェイターさん。なんだっけ？タイミング。なんでもない。ああ。ちょっと待ってね。よかった、今ので失敗なんかと思ったよ。やけに、綺麗だね。おし、これでいけたはず。めっちゃびっくりしたてか、ナミちゃんのことも結構考えよるね。お。あ、なるほど。一回じゃいかんのや。何回か。はい。君の方が綺麗だよ。おー。おー。ありがとう。いいね、いいね。お、グッド。何回ぐらいなんやろ。てか、結構みんな、実は大切な話、結構みんなここ食べに来とるね。大切な話。おー、まだか。おー、なんか、心臓の音が速くなった。わしと結婚してください。おー、言った。言ったよ。喜んで。おー。パチ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 。あ、すごい、みんな祝福しよる。いや、いいね、嬉しいね。めっちゃ嬉しいね、これ。ポーズに成功しました。うん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 。お礼にこれをあげます。何何。実用品、大人スプレーをもらいました。こんな時でも同じ、いつもと同じものをもらうのね。デブはまだ子供なので結婚できません。ああ、なるほど。大人スプレーを使えば、あ、そういうことね。ふん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 。じゃあ大人スプレー使うよ。ありがとうございます。では大人スプレーをかけてください。え、それってさ。それでは。よろしくお願いします。ほいほい。そうやってお風呂に入った途端に子供に戻るとかそういうことはない。ああ、伸びた伸びた。ありがとうございます。大人になれました。そういうことなん、身長的な話。気が変わったような気がします。え、私別に中学生から身長伸びてないぞ。それが大人とか言われても。おお、すげえ素敵だ。いやー、おめでとう、二人とも。いいね。ブーケトスとかあるんかな。あー、幸せそうやわ。めっちゃ幸せそうやわ。おめでたい。うん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 ってあきちゃんが言う。これ、お、次に結婚するのは誰だ。そこは別にないわけね。あ、すごい、写真になった、写真に。お、黒影とネムの新婚旅行 in イタリア。スタート。何これ。何これ。ウフィツイ美術館前の噴水。はい、はい。すげえ。あ、ごめんね。目つぶってるわ。黒影さん、目つぶってるわ。ミラノ・ドゥオモ広場。はい、ほい。あ、いいね、いいね。いや、超素敵よ。コロッセオ前でーす。はい、チーズ。お。うわー、素敵。写真を保存するよ、もちろん。いやー、新婚旅行、いいね。はい、帰る。これで二人とも日常に帰ってくるよ。あ、楽しかった。楽しかった、よかった。あ、妻になった。恋人から妻になったよ。お土産？おー、お宝、革の手袋をもらいました。ありがとう。これからも、夫婦ともどもよろしくお願いします。いや、こちらこそ、こちらこそ。夫婦ともども。おー、素敵。もう一個一個素敵。ということは、道具で、さあ、何をプレゼントしようかな。じゃあ、ここで、あ、夫婦でさあ、もう、ペットを飼いましょうよ。猫レンタル券、あげる。
こい。道具猫レンタル券をプレゼントしました。お、なんだなんだ。お、なんかできた。ん？何？なんかできた？ミーニュース。速報入ってよ。久しぶり。めっちゃ久々。住宅地が完成。お？あ、なるほどね。あ、もう今のマンション出るんやね。一軒家を建てる。そっかそっか。いいね。これで黒影さんとねむちゃんは1抜けたわけだ。住宅地、あ、あっこに1軒建っとる。結婚した夫婦が2人で住む場所。マンションと一軒家の2軒持ちで贅沢な暮らしができます。あ、マンションにはマンションでちゃんと部屋はあるままなんや。入れるんかな。お、一軒家へようこそ。ここは結婚した夫婦が一緒に生活を営む場所です。二人が仲睦まじく暮らしている様子を見守ってあげてくださいね。 OK。 あ、でも今までのマンションにも帰ってくるので、お気に入りのインテリアの部屋に住ませたい方はご安心ください。あ、こっちのインテリアは変えれんってことかな。あ、ここはもう生活の様子をこうやって見るだけで。なるほど、家の中に入っていったりとかはできんわけだ。邪魔をするなってことだね。なんか知らんけど、とりあえず何かの試合の応援をしているんだろう。呼び出すっていうのはどこに呼び出すんやろ。あ、向こうの部屋に呼び出すわけやね。オッケーオッケー。へー、いいね、青春だね。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションに。お、もやってるね今日も。あ、ラブラブだわ。キング、キング入るよ。アユナのそっくりさんと遊びないです。ほいほい、遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。スタート。これ私苦手なやつよね。第1問、ててん、ランドセル、色だけで判断。よし、次。第2問、ててん、石焼きビビンバ、ハニワかな。なんかデコボコしてそうやけん。よかった、石焼きビビンバとか言わんで。次。言いかけたけど。最終問題。ててん。パエリアかな。なんとなく消去法。やった、正解。あははは、ありがとうございます。よーし、でかいのもらいます。おお、お宝盆栽をもらいました。新しいものだ。遅れないでください。遅れないでください。なんか自分一人だけのあれやったらあれやけど、あれしか言ってないけど、なんか人との待ち合わせとか誰かを待たせるってなったら早めに出た方がいいんかなとは思うよね。じゃあちょっと、なんかイベントって書いてる。女子会。何やら女子が集まっています。参加させていただきます。二人か。キング。どうしたどうした。いや、キングの話はどうなったんだ。アキちゃん聞いてる？謎の話し声って何なんだ。それでさっきから上の空だったの？あのさ、幸せって何かな？ところで、なんか美味しいもの食べたいね。食べてるよ。フレンチトーストいいね。私も久々に食べたいわ。え？あの二人は、
全く会話が噛み合ってないんだけど噛み合ってなさすぎなんだけど、どうした。じゃあとりあえずミーニュースを見に行くよ。あんなに人の話を無視するかね、お互い。お願いします。Kアメが発売。おお、今度は K 君。え、前回は誰やったっけ。ももちゃんやったっけ。Kちゃんの顔が描かれた飴です。アリスちゃん買ったんや。舐めても舐めてもケイちゃんのお顔。さっきの商品が証拠じゃないの。切ない、切ない、なぜ。はい、なんか舐めるごとにいろんな住人の顔が出てくるとかやったら面白いね。おし、じゃあ、おすごい。ギター持ってる者同士セッションしてるよ。マサオさんと台湾さん、いいね。うん、いい感じだよ。入るね。おはようございます。おはようございます。今何でもいいから食べたい気分です。みんなやっぱ朝からお腹空いてるね。何を食べようか。じゃあ鮭のムニエル。朝から贅沢。焦がしバターが香ばしい。さっぱりとレモン汁をかけてどうぞ。私こういうのね、レモンがついとったら必ずかける人。いただきます。さっぱりさせて食べる人。すごく美味しかったようです。こないだもね、お刺身にレモン汁かけてたから。私イカにかけたら特にさっぱりして美味しいんだ。台湾は今までにはいないタイプの友達です。へえ、そうなんや。どういうタイプなんやろ。今まで同じような趣味を持った人がおらんかったってことかな。親友のせつなさんはどうなんやろ。おう、歌いよりやん。おお、すごいすごいすごい、いいね。あ、二人で弾いて歌ってんのはマサオさんだけなの、もしかして。二人が歌いよんかな。ほい、じゃあということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションに。お、いるね。いるね、二人ほどお友達になりたい人が。ほい、じゃあ、まずマサオさん。せつなさんも一緒におるやん。入る。おはようございます。ほい。ライチと友達になりたいです。お、ライチちゃん、いいやん、いいやん。紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか。どんな話。どんな話かな。真面目、頭、世間、面白い。でも今朝やけんね、そんな朝っぱらから真面目な話とか頭使う話されても、世間話ぐらいじゃない。ほら、ゴミ出しに行った時におばちゃんと世間話する感じで。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい。ドアップ。ここもわかりやすい扉よね。普通にちゃんと。さあ、うまくいけ。頑張れ、マサオさん。お、よかったよかった。友達になったよ。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかった。これからも仲良く。お、レベルアップ。ほい、ということで、道具。じゃあ、今回は、これかな。マラカス。なぜこれかな、なんかわからんけど。とりあえずちょっと朝からテンション上げてこうよ。ほい、あげる。道具マラカスをプレゼントしました。お礼にこれをあげます。なになに。お、実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。ほい、じゃあ次、なっちゃん。入る。ほい、どうもどうも。グッモーニン。朝からお腹いっぱいやね。お、ハットくん、いいやん、いいやん。いいんじゃない。では、ちょっと話をしてきます。うん、いってらっしゃい。ぜひお友達になってよ。もう、ウッキウッキしよりもん。しよりもんやって。噛んだ、噛んだ。
お、来た。ちょっと来るまでに時間かかったね。あ、もう、だいぶ回が違うんかな。いや、一回ぐらいしか違わんか。さあ、頑張れ、ハットくん。お、なったなった、よかった。つながっていく、みんな。うまくいきました。うん、よかったよ。お、レベルアップ。ということは、ライチちゃんには、さあ、これをあげよう。バレエ入門書。これで、くるくると回ってくれ。ほい。道具バレエ入門書をプレゼントしました。なになに？お、実用品フライパンをもらいました。ありがとう。チャーリーさん、お。すみません、見てしまったよ。入るね。にゃにー。にゃにー。何それ、どんな挨拶ですか？実は、すごく大事なものをなくしてしまいました。え、すごく大事なものをなくした？協力するよ。きっとまた、誰かが拾ってくれているはず。了解。走るのは遅い方かもしれません。大丈夫。男子で走るのが遅いっていうのは女子よりは速いから。は、全然励ましになってないかもしれんけど。え、聞かなかったことにします。ほい、じゃあちょっとシーンくんとこ入る。一緒に遊びませんか？遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。スタート。最近ちょっとね、結構負けることが増えてきたけん、勝とう。てかなんか、ナミちゃん行事率高くない？そんなことないかな。そんなことないかな。さあ、負けないよ。あー、でも普通に押し出されそう。あ、倒れるか。そこで倒れるか。またトイレットペーパーかな。ほいほい。お宝ティッシュをもらいました。てか何？こっちイベントしてるじゃん。フライングディスク開催中。何それ？住人たちと一緒に遊ぼう。え、見たい。入る。下画面タッチでディスクを持つ。ほい。投げたい方向にシュッ。はっ。あ、ごめんね。めっちゃ、めっちゃ、画面から外れた。何？怖いよ。チャーリーサイクロンって。技の名前ダサいっす。は。あー、なっちゃん。ごめんね、間に合わなかった。私下手くそすぎるわ。おりゃ。おりゃ。えい。これは自動的に掴んでくれるんかな？じゃあ、はい。なっちゃん、間に合え。あー、間に合わなかった。チャーリーさん、さっきから棒立ちやね。ごめん、チャーリーさんの方にも投げるね。すごいの。めっちゃ回転するやん。じゃあはい、チャーリーさんの方に。あ、ごめん。さっきからチャーリーさんの方に行くときにはフレームアウトするんだけど、嫌がらせじゃないよ。ついに本気出しちゃう。その構えいいね、二人とも。はい、はい、来た。はっ。あー、ごめん。マジで。マジでフレームアウトする。うまく取ってよ。あ、そこのふ、おや、あ、そこの二人でも。ほいほい。もうチャーリーさんはあれだね。あいつの投げるぐらいならなっちゃんに投げた方がいいわって思った。はい。あ、間に合え。おー、ナイスキャッチ。ついに。これ多分永遠に続く感じや。じゃあ次、ハットくん。入る。遊んでください。遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。オッケー。んー、じゃあこれ。こっちは？びっくりー、余裕ー。ってことはきっと、こっちだ。イェーイ。ハットくん表情に出すぎよ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ今回は、小さめで。なになに？お、お宝どんぐりをもらいました。このお宝は一体どこにしまわれていくの？
そして何に使うの。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。